徳島 YEG の飽きないラジオ。この番組は若き起業家が所属する徳島を盛り上げるための団体、徳島商工会議所青年部のメンバーが登場し、自身の飽きないやメンバーとしての活動を紹介する飽きないのバラエティ番組です。集える仲間はそれぞれに、地域を支える気概持つ、願いを形に変えるため、商工会議所青年部、求めて我らは立ち上がる。改めましてこんにちは、徳島 YEG 飽きないラジオスタートしました。ナビゲーターは和渕道代です。今日もよろしくお願いします。さあ、それでは早速今日のゲストご紹介いたしましょう。第58回の本日のゲストは大阪焼きサンタ中村翔吾さんです。中村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してますか？めちゃくちゃ緊張してますね。ついにイケメン中村さんが登場してくれましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はしかもなんとね、もうたこ焼き焼いてくれましたもんね。はい、キッチンカーで乗り込んでくれました。はい、もうすでに私いただいてるので、この後ねどんな味だったかっていうのもね伝えていけたらなと思ってますので、はい、ぜひお願いいたします。はい、で中村さんは徳島 YEG では広報委員会の委員長されてるということなんですよね。はい、なのでこのラジオにも毎週こう付き添いというかで来られてたんですけど、今ちょっとお仕事忙しくてね。そうですね、うん、久しぶりですね。はい、はい、徳島 YEG に入会したのっていつなんですか？YG 入会したのはもうだいたい 5,6 年前になりますね。うん、もうすごい馴染んでるからもっと前かと思いました。でも若いですよね、 YG の中で。そうですね、うんうん、まあ、僕職業がたこ焼き屋さんなので自営業なんですけれども、はいはい、まあ、YG はね結構経営者の方が多いので、うんうんうん、もっとそう先輩の方の方が、うんうんうん、まあ、人数的には多いですよね。ああ、そうかそうか。でまあ徳島 YEG に入ってこう力入れてる活動とか、まあ、思い出の出来事とかいっぱいあると思うんですけど、5年間の間に。そうですね、うん、結構いっぱいある。もう結構 YEG の活動には積極的に参加する方なんですけれども。ですよね。はい、まあ、今一番印象に残っているというか、うんうん、熱い、自分の中で熱いのは、うん、当然この飽きないラジオの運営ですよね。毎回ラジオ局来させていただいて、はい、出演者さんとお話ししたりだとか、うん、ね、そういう企画だとかをやるのがすごく新鮮で楽しいですね。あ、そういうのを担当したのはもう本当に初めての？もちろん初めてです。どうでした？もう1年経ちましたね。1年以上ですよね。そうですね、もうあっという間に50回。もう今回58回ですけども。そうなんですよ、もうそう進んでしまって、毎回ですね変わったお話が、うん、ゲストによって全然内容の違うお話が聞けるので、うんうん、毎週聞いててすごい、ね、退屈しないですし、うん、そうなんですよ。いつもね、はい、中村さんがこうサポートしてくださって、いえいえ、もう打ち合わせしてるとこの写真を撮ってくださったりですとか、あと出演者の方のねこう緊張をほぐしてくださったりとか。そうですね、うん、でも中村さんの緊張は、僕は今もガチガチなのでもう声も作ってるし顔も作ってるし。え、顔も作ってる。そうですね。ちょっと考えですよ。まあ、スタジオ来させていただいた時は写真撮ってその場でインスタグラムだとか、うんうん、YEG の公式ホームページの運営なども僕もやってるので、うん、はい、そちらの方更新したりとか結構忙しく動いてますね。はいはいはい、ですよね、はい、本業もありつつですから ね割ともうFM ビザンでやっちゃってますもんね。そうですね、でコンピューターも持参してその場で更新しないと。そうなんですよ。だからもういつね中村さんが今度出てくれるんだろうとも私は今かと待ち望んでいたんですが、ありがとうございます。まあ、満を持してということで登場してくれましたよ。はい、まさかねそんなに、いつもだって毎週喋ってるじゃないですか私と。そう、ね、無駄話する。スタジオ入っちゃうとちょっと空気が変わるのでね。思い出に残ってるなんかこう出来事ってあります？ YEG で。 YEG でですか？うんうん、まあ、そうですね、ね、卑弥呼フェス、大きなイベント相葉浜で2年前やりましたけども、はいはいはい、そちらでですねたこ焼きのキッチンカー、屋台の方出店させていただいたっていうのが
すごくいい経験になってまして、はい、まあ、その時はですね、うん、あの古代にちなんで、うん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 、あの米ぬかしをした古代たこ焼きなんかの特別メニューで開発して出したんです、はい、持って行ったりとか しましたね。米ぬかってたこ焼きに合うんですか？そうですね、まあ、小麦粉よりはすごく香ばしいような味がするんですけれども、それはもう今は食べられないんですか？今もやってないですねちょっとその時限定だったので。でもそれって徳島 YEG に入らないとなかなかね、そうい こうチャレンジというか。そうですね、まさか古代に寄せたたこ焼きを自分で作るとは思いませんでしたね。それはそれででも本当に楽しいですよね。はい、すごく楽しかったです、うんうんうん、いい経験になりましたし。そうですね、あれはコロナになる前、うん、そうですね、もうすぐ直前になりますね。大きいイベントができたのはそれが最後ですよね。うん、そうかそうか、はい、結構ね、今まで徳島 YEG の方いろんな方来られたんですけど、やっぱその卑弥呼フェスが面白かった、楽しかったっていう方多くて、 すごいそうですね、お客様にたくさんいらっしゃっていただいて、うん、まあ、1日目台風だったんですけど、ね、2日目はちょっと天気に恵まれて卑弥呼様のご加護があってですね、さすがですね、大きなイベントをちゃんと開催することができて、うんうんうん、YG の中では、うん、大成功だったというふうに思っています。あ、そうなんですね、はい、まあ、また今後ね、こうちょっとコロナが落ち着いてきたら、また大きいイベントとかもできるといいですよね。そうですね、あの、うん、YG に加入しているとですね、うんうん、あのイベントの企画だとかその運営、うん、主催者側の立場に立っても、うん、考えることができる。我々はキッチンカーで出店する側、普段ね、うんうん、出店する側なので、あ、そっかそっか、出店者側の立場に立つことが多いんですけれども、はい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 、YG に入ると主催者側にもなれるっていうふうにね、これはもうキッチンカーとか屋台の業界のことを考えていく上ではすごいいい経験だなと思っています。あ、じゃあそれがすごい勉強になったってことですよね。そうそうです、はい、その他にも YG の活動を通じて入ってよかったなとかためになってるなって思うことって何かありますか？そうですね、 YG はやっぱり先ほど申し上げたように先輩方がすごく多いんですね、うん、それこそ徳島の経済牽引しているような大先輩の方々がたくさんいらっしゃるんですけれども、うんうん、まあ、普通にね、飲食店を経営してたらですね、その方たちはあんまり会えないかもしれないじゃないですか、うんうんうん、その方と知り合ってですね、うんうん、お話をお伺いする機会がすごくたくさんあるんですね。あ、僕みたいな若輩者でも、まあ、ちょっとね、うん、上の先へ進む方のお話を聞くことで人生の経験にもできるっていう、すごく、そうですね、まあ、仕事へのモチベーションも当然上がりますし。ああ、そうか、はい、中村さんはやっぱり徳島 Y 人の中でも本当に若い世代の。そうですね、うん、もう最年少に近いぐらいの年齢層に属してますので、はい、入った時は緊張しませんでした？それこそ、そうですね、あまり僕はあのこっちの徳島市の方で友達があまりいなかったので。そうなんですか、はい、どこ出身ですか？出身はね、西の方、うん、東三好町というところから。あ、そうなんですか、はい、徳島市に出てきたのは大学時代。あ、大学に進学したきっかけで徳島市に出てきたっていうのもあって、はい、全然こちらの方でね、知り合いというか、うんうんうん、ね、一緒にお話ししたりするできる方がいなかったんですね、うんうんうん、っていうのもあって、はい、うん、YG に入ってもまあ孤立するというかね最初はね、そう、なかなか、あんまりね、人見知りというかあんまりこうフレンドリーに行けないタイプなので。本当ですか、はい、それがちょっと最初はそうですね、緊張しました。へえ、はい、でもなんか中村さん年上の方に可愛がられるでしょ？いやいや、まあ、ありがたいことに、うん、はい、可愛がっていただく方もこともすごく多いです ねすごくもう一生懸命その徳島 YG のね、活動にも取り組まれてらっしゃいますし、はい、あの毎回来られてる方と割とフレンドリーに喋られてるから人見知りがあるっていうのを今日聞いてびっくりしました。あ、でもですね、まあの、うん、接客業の仕事じゃないです か、うんうんうん、この仕事始めてからはちょっとなんかあの人と話しするのが楽しくなって、はい、そうですね。あ、じゃあそれもと、YG の中でも生かされてるっていう、そうですよ ね、まあ、YG の方と接するのもまあ十分ね、うん、その人、そうか、でもいろいろ勉強になることも本当に教えていただいたりってこともあるんでしょうね。もちろんもう YG は僕は勉強のために入ってると思ってるので。もうでも5年経つとだいぶいろんな方と顔見知りになって、
そうですね、今のメンバーさんで結構古くからいらっしゃる方には全員ご挨拶させていただきましたし、うん、今回はね役員という形で委員長をやらせていただいているので、うんうんうん、はい、その関係でもですね、そのラジオに来ていただくゲストの方だとか、うんうん、はい、交流を、ね、改めて深めることができたりとか、うん、きっかけって私聞くの忘れたんですけど、はい、何だったんですか、入ったきっかけ。YG に入ったきっかけですか、うん、なんか誘われたりとか。そうですね、同じキッチンカーとか露店をやってる先輩に誘われたのがきっかけなんですけれども、うんうん、もう入ることに迷いはなかったんですね。そうですね、その当然そのイベントの主催者側に回りたいっていう、うん、はい、願望があったので、あ、なるほど、先輩にね、どうしたらこういう立場に立てるんです、入る、あの主催し、うんうんうん、できるんですかって聞いたら、うん、YG に入ればって。そうですね、入ったらって言われて、で実際そのフィミコフェスで主催者側にも回れたって、はい、そうですね、その時が初めてですね。うん、じゃあ本当にお勉強になったんですね、はい、すごくいい印象に残ってますね、うんうんうん、いや本当入ってくれてよかったですよ、私も美味しいたこ焼き食べれたし美味しいです、ありがとうございますすごく美味しかったです、はい、でね、お仕事の内容、まあ、今ちらっと言っていただきましたけれども、はい、どこでたこ焼き屋をやっているとか教えていただけますか。はい、徳島市の、ね、小町っていうところ、はい、蔵元の少し西の方なんですけれども、うんうんうん、はい、こちらで固定で店舗を経営してまして、はい、こちら大阪焼きサンタっていう名前なんですけれども、うん、こちらでたこ焼きを作ったりですね、お客様に、うんうん、販売したりもしてますし、はい、私は最近はキッチンカーとか、うんうん、テントブースだとかの方で露店の仕事をやることが多いですね。うん、じゃあ中村さんは店舗にいるよりはキッチンカーに乗ってる方が多いですか。うん、店舗にも当然立ってはいるんですけど、週末とか大きいイベントが入ってくるシーズン、うんうん、まあ、夏のシーズンだとかは結構集中販売に行って、暑い中そう、私大量にたこ焼きを作ってることが多いですね。ですね、はい、私ほらこの間阿波踊りのイベントがあって、私は踊ってたんですけど、はい、見つけましたよ大阪焼きサンタ。ありがとうございます。で並んだんですけど、すごい大盛況でしたね、あの時も、おかげさまで。そうですね、イベントの時ってね、うん、結構お客さんがたくさんいらっしゃるので、うん、一生懸命焼いても全然間に合ってなくって。そうなんですよ、もうちょっとねゆっくり話でお話できるかなと思ったけど、はい、もう話しかけづらいっていうぐらい。申し訳ないです、もう本当にもう次々にね、やっぱり待ってくださる方いらっしゃると、もうどうしてももう慌ててしまって。いや、あれ1回につきどれくらい焼けるんですか。1回で40個ですから、うん、8個入りだと5人前。あ、そうなんだ。これが 5,6 分で焼けるんですね、はい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 、なんでそれを連続して作って、うん、まあ、大体大きなイベントだと数百名のお客さんもいらっしゃるので、うん、でもずっと焼きっぱなし。そうですね、3時間ぐらいずっと焼きっぱなしです。腱鞘炎になったりしないですか。腱鞘炎になりそうですよまあ、でもですね、まあ、やっぱりイベント出してると熱中症あ、やっぱキッチンカーの中暑いんですね。キッチンカーめちゃくちゃ暑いんですよたこ焼き結構あの湿気というかね、湿度が高くなるじゃないですか、うん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 、なのであの、まあね、あんまり暑いシーズンじゃなくてもですね、その熱中症だとかその辺を気をつけて。でもなんかこの間の様子見ていると、はい、もうなんかお水とかを飲む時間もないっていうぐらいお忙しそうでしたね。もう本当にもう次々にやることがあるので、ずらーって並んでて、あのアルバイトの人もね2人入ってましたけど、はい、それでももう間に合わないぐらいでしたもんね。そうです、そうです、もうアルバイトの方にも助けていただきながら、うん、もう僕たちはもうただ焼いてるだけ。うんうん、いや私ね、あのいつもほら中村さんその焼いてる姿って初めて、まあ、もちろんですけど、はい、初めて見させていただいたじゃないですか。いつもすごいこうモデルさんのような格好で来られて、いやいやいやなんか働いてる中村さんも素敵でしたよ。そうね、まあ、戦闘服ですよね、戦闘服、あの店の制服っていうのはね、うん、手さばきがすごかったありがとうございますねえ、本当にイベント出店しててたくさんのお客様にね、うん、来ていただいてるっていうので、もうできるだけ早く商品を提供しないといけないので、うん、はいはいはい、焼く技術、たこ焼き作る技術っていうのはすごく毎回考えながら。あ、もう何年ぐらいになるんですか。集中販売始めてもう大体10年ぐらいになりますね、うん、じゃあもうこれぐらいがちょうどいいってくるくるって回せるわけですね。そうです、そうです。うーん、そっか。やりがいを感じる時ってどんな時ですか、今の仕事で。そうですね、やっぱりイベントを出店した時とかにお客様がたくさんやっぱり買いに来てくださる、当然そのすごくね、うん、並んでお待たせすることが多いんですけど、うんうん、それでもね毎回そのイベントに出店するたびに買ってくださるお客さんだとか
もう常連さんがいるわけですね。そうそうそう、もう年一のイベントでもそのイベントに来たら必ず買うんよっていうお客さんがいらっしゃったりとか、イベントごとに常連さんがいるんですね。それは嬉しいですね。そうです、もうそんな幸せなことないですよね。でキッチンカーにね、あの目立つタコがボーンって、はい、たこ焼きをタコが食べてるあんまりそうですね絵がボーンってあるから結構こうご存知な方は多いんじゃないかなって思いますね。そうですね、走ってたら結構目を引くと思うんですけど、ね、はい、で今日キッチンカーで来てくれましたけど結構大きいですねキッチンカー。そうですね、結構大量にたこ焼き生産しようとするとやっぱり調理の、ね、道具が大きくなってくるので、2トンのトラック。2トン、はい、いやそうなんですよ、あのイベントとかで見ると他にもキッチンカーがいっぱいいるから、はい、そんなにこう大きく感じなかったんですけど、そうですね、今日1台だけあるとやっぱ大きいですね。近くで見ると結構大きいですよね。大きい大きい、あんま近くでね、ちょっと中も覗かせてもらいましたけど、はい、ないじゃないですか見る機会。いや、いい経験させてもらいましたよ。いや、まだまだねお話続いておりますが、ここでちょっとですね思い出の曲を皆さんにも聞いていただこうと思うんですけれども、はい、今日選んでいただいたのが江原健太さんのすすめすだちくん。はい、どうして選んでいただいたんですか。いや、僕すだちくん好きなんです。そうなんですよね、はい、なんで好きなんですか。いや、すだちくんをね僕崇拝してまして、 なぜかというとですね、うん、あの、まあ、各ねイベント会場に行くと、うん、すだちくんの音楽かかってたりとかですね。あ、すだちくんの着ぐるみが、うんうん、あの、ね、いたりかっぽしてたりですね。なるほどね、はい、あのすだちくんのいるイベントはかなりあの、うん、お客さんが来てくださると。そうなんですか、はい、なのでもう僕にとってはもう、ね、神の使いのようなそれで好きなんだ、はい、すだちくん。すだちくん、あ、まあでも徳島を代表するゆるキャラですもんね。そうですね、はい、今日ご当地ゆるキャラの日って知ってました。え、本当ですか。うん、そうなんです。じゃあちょうどいいじゃないですか。元祖ゆるキャラみたいなね。元祖ゆるキャラみんなが知ってるね、徳島県民だったら。 でも私このすすめすだちくんの歌知ってんのかな、聞いたらわかりますかね。わかるでしょ、絶対聞いたことありますよ。あ、本当ですか。スーパーとかでもかけてね。あ、本当に買ってますもんね。じゃあ早速ね聞いてみたいと思います。はい、江原健太ですすめすだちくん。
徳島 YEG は地域社会の健全な発展を図る商工会議所活動の一翼を担い、時代への先導者としての責任を自覚し、地域の経済的発展の支えとなり、新しい文化的創造をもって豊かで住みよい郷土づくりに貢献します。新規入会者募集中、詳しくは徳島 YEG ホームページへ。すごいすごい、完璧でした、完璧でした。実は覚えてるんですよね。覚えてますね。ね、一応こう本番はこう目を通してもらいましたけど、台本に、はい、もう緊張したらね、やっぱりパッてね、真っ白になっちゃったら困るから、いや得意げにやっぱりね、覚えてるからってやって、失敗したらもう後で何言われるか分かんないじゃん。いやでもすごい、全部覚えてました、はい、打ち合わせの時にチラッと言ってもらったら。そうですね、 YG のイベント行ったら必ずかかってる曲、あの曲じゃない、ね、セリフだったりとか、あ、言葉なんですね。そうですね、はい、へえ、まあでもそれだけね、熱心に徳島 YG の活動に力を入れてるってことですよね。もちろんそうですね。素晴らしいですね、まあ、それに秋内ラジオで50回聞いてたらね。覚えます。次回から来る人はそれはもう覚えてますよね。覚えてきますよ。そりゃそうですよ、はい、会員さんですからね。会員さんですからは、そりゃそうですよ。一応台本を渡しますけどね、はい、さあそんな中村翔子さんなんですけれども、はい、まあ、あの徳島市正町の方でたこ焼き店をされつつ、キッチンカーでもね、最近はいろんなところのイベントに出店されているということなんですが、まあ、コロナ禍で変わったことって何かあるんですか？そうですね、キッチンカーは僕、うん、昔から結構力入れてやってるんですけど、うんうんうん、コロナで飲食店って結構ね、大打撃受けてるじゃないですか。確かに、うん、ね、うん、なんで結構キッチンカー始めたっていう飲食店の方とかたくさんいらっしゃいますし、うん、そうですよね、はい、それに伴ってですね、キッチンカーを日常でも出店できるスペース、うんうん、大きなお店の駐車場だとかですね、うんうん、お店の軒先だとか開放していただいて、はい、キッチンカーを出店させていただけることが多くなって、うん、ますますね、キッチンカー業界っていうのは活性化しているところです。今全国でもね、キッチンカーっていう言葉聞く機会がね、うんうんうん、結構多いじゃないですか。いや最近特に本当によく聞きますよね、はい、昔はなんかそんな感じじゃなかったですよね。こういう車で食べられるのって決まってなかったですか？こうたこ焼きと、そうですね、なんか焼きそばとか、そうなんですよ、イカ焼きとか、はい、今いろんなキッチンカーで、そうですね、今もういっぱいありますよ、ホットドッグに、ケバブ、ケバブ、ね、ありましたありました。なんかおしゃれなのもありますよね。そうですね、おしゃれな食べ物いっぱい出てきたりとか、ドリンクとかね、はい、ちょっと変わったドリンクとかも、普段はね、固定の店舗でしか食べれなかったものもキッチンカー業界に参入してきてくれたりとかして、うん、かなりバリエーションが増えてるっていうのもありますし、逆にキッチンカーならではの食べ物みたいな、うん、お祭りのね、そうですね、もう新しい定番になりそうなものがいっぱいあったりとかもするので、うん、あれでもワクワクしますよね、はい、キッチンカーで買うっていうのは何なんですかね。ああ、そうですね、うん、まあ、特別なね、体験な感じがするしますね。小さいお子さんとかも喜んでるんじゃないですか。そうですね、まあ、特にそうですね、キッチンカーで食べ物買って食べたらなんか美味しい気がするじゃないですか。実際美味しいしね、はい、これからじゃあもっともっとキッチンカー種類も増えてくるしっていう感じですか。そうですね、どん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 キッチンカーの業者さん増えてきてるっていうのもあるので、うん、まあ、イベントね、出店することもかなり増えてくると思いますので、うんうん、なんで業界が盛り上がってきたことに、伴ってですね、うん、私たちがね、同業者の仲間たちとかですね、うんうんうん、集まって、まあ、先輩方と一緒にですね、今キッチンカーの団体を立ち上げまして、はい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 、はい、徳島県一円のね、うんうんうん、いろんなキッチンカーの会員さんが集まってくれてるんですけども、うんうんうん、まあ、これがね、なかなか面白くて、はい、キッチンカーの業者さんたちが情報交換して、あそこのイベントいいよとか、うん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 、こういう商品面白いよとか、うん、情報交換したりとか、キッチンカーをね、こういう風に作ったら面白いとか、うんうん、いう情報交換もありますし、うん、まあ、その出店者としてもね、やっぱりルール決めとかも必要になってくると思いますので。そっかそっか、はい、今まではそういうのがなかったんですか。そうですね、そのあたりは各業者が個々に営業したりだとか、なのでスタンダードがなかったので、初めてね、出店するキッチンカーだと、あまりうまく
やれなかったりとか。なるほどね。キッチンカー業界参入したいけどちょっとねハードルが高いと感じてる、その逆にその飲食店の方だとか、うん、あなるほどね、はい、でも徳島 YEG もそうですけどやっぱ仲間がいると心強いですよね。そうですね、うん、あとキッチンカーって防災にも役立つんですよね。そうですそうです、今ねそのキッチンカーの団体の方で防災の方にも力入れてまして、うん、防災あのもしもね災害起こったら、うんうんうん、例えば被災地っていうのは結構ね、うん、あの食べ物決まってくるじゃないですか、配給のパンだとか、そうですよね、いただけるものをね食べるしかないっていう状況なので、うんうんうん、そういう時にねもしキッチンカーが派遣というか、まあね、災害現場に行って、はい、温かい食べ物を提供できたらなんか素敵じゃないですか。いいですよね、はい、ああいう時ってやっぱ温かいの食べたくなりますもんね、うん、なんか温かいものをその現場で食べたっていうのがすごいなんか、うんうんうん、ありがたかったっていう、ね、実際の方も、うん、声も被災者の方も声があるので、うん、そうか。さあ走行してるともうあっという間にエンディングの、早い今日早いでしょ、早かったそうでしょ、やっと緊張が解けた頃に。そうですね、はい、また出てくださいよ。ぜひキッチンカーの話を熱く語りたいと思います。そうですね、はい、じゃあ最後にラジオを聞いている皆さんにメッセージを一言お願いします。はい、じゃあですねこれからますます街中でキッチンカーが、増えてくると思います。なので移動店舗ならではのですね商品とか出会えることが多いと思いますので、ぜひ見かけたらですねお試しいただけたらと、新しく、楽しみが見つけていただけると思いますので、はい、ぜひお願いいたします。はい、中村さん今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや実際に、ね、私も今日食べさせていただきましたけど本当に食べ応えのある1個がとっても大きいたこ焼きで6個食べたんですけどもお腹いっぱいになりましたね。そうでしょ、自慢のたこ焼きなんで、自慢のちょっとベルト外そうかと今思ってます、はい、今日も晩ご飯食べなくていいかなっていうぐらいぜひですね中村さんのキッチンカーを見つけたら、今後もねいろんなイベント出展されると思うので、はい、ぜひ皆さん声をかけていただけたらと思います。ちょっとおまけしてくれますか。うん、もちろん ラジオ聞いたって言ったら、そう聞いたって、まあ、そうですね、ありがとうございますって分かります、スマイルをスマイルサービスしましょうスマイルね、はい、はい、中村さん今日本当にありがとうございました。さあ秋内ラジオの再放送は毎週木曜日23時から2本分をお楽しみいただけます。また徳島 YEG のホームページでは過去の放送も公開されておりますので、そちらもぜひお楽しみください。それでは次回またお会いしましょう。ナビゲーターは和渕道夫でした。さようなら。自由の海の渚には世界の波が。